ここヒット仕様。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？遅いね。ああ、おわ、下手くそ、下手くそ。大島あんな下手くないけどな。よかった、下手くそで。下手くそにしてもらっててよかった。いいね。素晴らしい。果たしてこの大島の守備が、このプロ野球スピリッツ的にどんなステータスになってるのか、こちらご覧いただきましょう。まあ、少なくともね、まあ、こういう打球処理を 見誤るというところは、やっぱり、まあ、E とかね、F なのかなって、思いますよね。なんと、守備 C、補給 B、積極守備。こんな選手がさっきの打球処理を見する。それがプロ野球スピリッツ。刑事行け、刑事。刑事。もう。セリーグ出身。ちげえ。もう意識がちげえもん。おいおい。進塁打も打てる。犠牲フライも打てる。そんな選手がいていいのか。ピッチャーで。それができない野手が何人いるうちのチームには。こういう時ほど攻める気持ちを引っ張った。あー、取れたんじゃない。ちょっと甘えたな。ちょっと今日戦う顔してるな、強打が。今日戦う顔の日か。なんかチャラついたネックレスつけてんな、大島。